ということで晩酌タイムといきましょう。はい、今日は一日お疲れ様でした。あと1時間ぐらいで僕も30歳になるんですけど、どうですか30歳になる抱負は。そうですね、キャンプをキャンキャンしていきたいと思います。はい、乾杯。お飲み物はこちらでいきたいと思います。濃いめのレモンサワーで、愛ちゃんは淡麗グリーンラベル。せーので、乾杯。おい、社長かリーガロイヤルの、創業者か。あー、こう酸っぱ。私これ断念したことあるんです。そういう濃い口っかなりそう。なぐらい酸っぱい。どういうこと。え、こんなんやった。はい、うえー、ま、すき焼きの方がうまかったけど。そんな大事なとこかんだあかん。で、30歳はどんな大人になりますか。マジでキャンプ。人間的なことやったら、と目標はキャンプやろ。人間的なことやったら、誰にでも目標とされる、尊敬される、かっこいいと思われる、賢いと思われる、そんな大人になりたいと思います。そんな感じ。そんな感じよ。頑張りやすい。頑張ろう。来年も再来年もまた一緒にいましょう。え、ささ来年は。ささ来年も、ささささ来年も、ささささささ来年も、ささ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 来年も、ささ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 来年も、その次も。いや、その次の次は。その次の次も。その次の次の次も。もうええやろ、全部や。ずっとや、もう最初にずっとって言っとっちゃうから。全部ってなんなん。あ、酸っぱ。あ、酸っぱい。めっちゃ酸っぱい。でも酸っぱいけど、甘さがあるな。レモンの甘さ。うん。もう分かってへんやろ。え、そんなやで。そう。今年のテーマはさ、美味しいって言ってんか。今日は昼ご飯と夜ご飯食べたやろ、うん、明日は朝ご飯食べるやろ。明日のビュッフェが楽しみやな。うん、ブッフェ。あ、ブッフェか。ブッフェ。え、ほんまにどっちの。でも言うときビュッフェちゃう。ビュッフェやの。誕生日サプライズは以上となってます。ちなみにプレゼントないって思われてる方はいるかもしれないんですけど、まだ欲しいものが決まってへんから、欲しいものが見つかったときに私は買ってあげるっていうシステムになってるから、今年は欲しいものあげようっていう、そう、そういうスタンスなんで、欲しいものが今ないかったんで、見つかった時が誕生日プレゼントだと。これ欲しいですって自分から言いますってもう約束してます。今欲しいですってちゃんと言って、欲しいですって、欲しいですってちゃんと言って、うん、ですをな強調してな。欲しいです買ってください、買ってくださいって。おっとし、おっさん。おっさんってこんなん言うの。いいぞ。ん、え、分厚い、硬、うまっ。はぁ、小役の誕生日カウントダウンする。カウントダウンしとこうか。どういうこと。1分前。誰に。59、58、57、56、何すんねん、その間。54、53、52、51、多分20、50。20ぐらいからずっと何してか分からないって。結局何やったっけってなるわ。何の数えたん。そんな1分でそんなならへんよ。レモンサワー進まんのにこれめっちゃ進む。マジで酸っぱい。なんでこんなでかいの買ったの。調子乗ったん。いっけ、いっけ、マジで酸っぱい。じゃあ俺ほんまは桃のストロングとかしたかったけど、全部柑橘しかなくて、ストロングは。桃の氷結あったで。言えよ。言えよ、それを。桃のストロング探してるって。いやいや、500やで。ないよ、そんな。ないやろ、それ言ってんねん。今500の話、今の今出たやん。今の今出たやん。それでさ、桃を諦めてレモンにするっていうその神経強いの。なんで500にしたって言ったし、言ってんねんけど、俺は。じゃあ、桃に何しにかたん。じゃあ、なんで500にしたん。で、いっぱい飲みたいから。500は柑橘しかなくて、ストロングで桃とか氷結とかあるかなと思ってて。あらへん。氷結ってストロングじゃなくて、もうでかいのあるっけ。あるか、分からん。何大体あるやろ。なんか、なんとロンハピクルはないで。ホロヨ以外あるやろ。ホロヨも500あったら全然買わないけど。誰が子供やねん。もう30じゃ。まだまだ3歳やな。誰がウルウドシや。ちゃうわ、関係ないわ。ウルウドシちゃうで十分。え、ウルウドシやったら3歳ぐらいってことやろ。私らの時のウルウドシやったら4年8、7歳ぐらいじゃ知らんけど。バーでもまあ私がこれ残した時怖いから飲んでたで。マジどこで、うん、家で飲んだ時。てか飲んだことはあったからこそじゃん。うん、選んだ理由。今なんか口がすき焼きって砂糖入ってるやんか、うん、だからちょっと甘い口なんかも。何言うとんの。まだお子様やな。
あの神社どこっつったっけ。神社やった。神社さっきの神社ご飯屋さん。もみじ屋。あ、もみじ屋。なんで神社って言ったの。お寺。何。いや、神社でもお寺でもなんでもない、ただの旅館。あ、旅館です。あれ、あ、なんか泊まれるみたいなんで。6月に行ったらホタル見れるって言ってたな、うん、私さ、お姉さんにさ、ホテルって言ってた。書いてはいるんですか。ホテル、ホタル見れます。多分ホタルのことホテルって。6月から11月までやってるっすよ。寒すぎてもあれやし、今もうベストやったわ。床やろ。ちょっと待って、スリッパちぎれてない。え。なんでスリッパちぎれた。ボイン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 。連泊やったらどうすんの。これ絶対俺のちゃう。いや、俺やろ。俺やし。あり。ただそんな雑な扱いしん。だってなんて、俺初めて入ったもん。嘘つくな。全部伸ばすぞ、一気で。友情一気しようか、最後。少ないな。そういう感じな。え、そうじゃないの。そういうことな。ああ、ああ、スパイスパイスパイ。酸っぱすぎる。スパイ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 。うえ。もうなんか苦い。甘いの食べる？オレオ。あかん、お腹ちょぼちょぼや、これしたし。はい、これ50杯目です。あ、全部入った。え、そんな入んの？350？でかいな。え、美味しい。これさ、うん、無添加やねんか。果汁とお酒だけ。体にいいってこと。そう。ほんまや。このな、本絞りのやつな、柑橘系ばっかりやねんか。リンゴ初めて見てんか。うまい。とりあえずサプライズありがとうございました。じゃあ、マサトみたいな夫婦になるってことで。大丈夫かよ、シン。シンちゃうね、ほんで。ありがとうな、アイキ。言い方がうざいな。すっぺよ、アイキ。一回飲んでみろ、アイキ。ほんでさっき。なんでお前標準語じゃねえんだよ。飲んだよか。いや、なんで標準語じゃねえんだよ。飲んだろか。いや、めちゃめちゃ関西人じゃねえか。標準語でもないやん、それ。むず。無理無理。出てるか出てへんかぐらい。はい、ごもんに。ごもんに、エボリは。前食べれなかった朝食食べていきたいと思いまーす。そんなことあるんや。びっくりした。そんなことしかないと思う。俺もう一緒やん。ほぼ一緒。デミグラスマスクとか入れて、うん、絶対シャーベットやろ。うまっ。パリパリ。意外にノーマーでなかった。もったいないな、これ食わへんかった。マジで。あの時何時に寝たの。1時とか。本当は1時間寝て行こうって思ったけど、1時間なんか寝てたら逆にあかん。あ、私服ダメなんで着替えてもうていいですか。なんで私服がダメ。私が正解や。オムレット行こう。ヨーグルトってあった。あ、見てない。大体あるの。うん、うん、これすごいな。腹減ってきた。うまっ。焼肉のオーダーは進化したオムライス。メンツは一緒ですね。ガンボリン。乾いてたな。チーズが効いてるわ。ちなみにこっちとこっち全然ちゃうし。何がちゃうの。部位。うん、取るタイミング。そうそう。ベーコンって何でできんの。豚。違う部位よ。Z?VXYZ なんで V でできてん。意味わからない。なんで V から Z やん。同じですわ、毎回。ほんまにさ、だからもう緑とかないもんな。緑は朝は控えてます。何。でも30歳になってそうそうやらかしたな、浴衣でここまで来るっていう。お客様、浴衣とスリッパお部屋のみでご使用くださいませ。そうそうや。マジですか。でもね、内心冷やすダラダラやったら、あんま時間ないのに、フロントで弱い。あ、無事食べれたし、よかったね。合唱、ごちそうさまでした。タンの雪。もうこっち見とるカメラ見とる。全部の範囲ポテト詰まってる。ポテトなの。ポテトやな。ポテトって言ったやつ。マジで酸っぱい、これ。え、いける口。うん、酸っぱいよ。どっちやねん。